ましょうか。あ、ぽんちゃん。触れ方があるやろ。俺サブなんか司会者みたいになったらやろ。頼むわ。はい、今あかねちゃんのゲストタイムなんだけど、はい、ぽんちゃんも一緒に参加しますので、すみません、よろしくお願いします。なんかもう出ずっぱりな感じで。ありがとうございます。あかねちゃんは何してる人？はい、ピアノ弾き語りの。ピアノも弾けんの？なんて今なんて言ったの？ピアノも弾けんの？ピアノも弾けます。こうやって弾くの？こうやって弾けます。小室哲さんみたいに弾くの？小室哲、ここまではいかないけど、この辺ぐらいまではいきますね。二人とも俺見んのやめてもらって、あの会話の途中途中に俺をチラチラ見んのやめてもらって、助けを求められてるのか。助けを求めるの？まだ始まって間もないから頑張ってもらって。なんで助けを求めるの？すごい威圧感がすごい。近くで見たらすごいやろ。終わる頃にはもうちょっとずつ剥がれてくるなんだ。僕はだからもう何回言ったらいいの、生まれた瞬間僕だから。そっか、こんな塗ってるとかじゃないもん。生まれた時からカラフルなんですか。そう、すごいね、カラフルだよ、すごいね。なんかね、よく勘違いされるんですよ。メイク取れますよとか、井上圭一さんでしょとか、あ、ちゃちゃちゃアップ感、だからアップ感、結構アップね。なのに、な、言われるんだけど、僕は夢の国から来た僕って言います。よろしくお願いいたします。あ、僕って言うんや。初めて知った俺。僕です。僕か。そうなの。ケチ、あ、ケチ。ケチじゃないって。僕の話はいいから、あかねちゃんの話しようか。はい。そうやな。あかねちゃん、今日歌ってきた？今日2回ぞ。オルウェイさんと、ダンスとイトイトイさんと。もう歌ったの？歌いました。あ、全部終わったよね。今ラストです。どうだった、ライブ。そうですね、あの初めましての人もいっぱいいたんですけど、うん、あの私曲でこうやってあのやるところがあったりとか、みんな一緒に声出してやってくれて、すごく盛り上がりました。やっぱり、うん、あかねちゃんパワーだよ。すごいよ。あかねちゃんパワー。みんな見に行ったの？ありがとう。こうやってやってきたの。あ、いいね。素晴らしい。ありがとうございます。夢の国住んでるからあんまフェスないんだよ、夢の国では。やらないんですか。フェスない、夢の国。じゃあ今日は初めて。そう、僕初めてフェス参加。そう、バスって何だっけ。フェス参加させてもらって、なんか楽しいよ、うん、すごい楽しい。このフェスを通してポンちゃんにも出会ったし、楽しいですか。今大丈夫ですか。うん、大丈夫。楽しいよ。大丈夫。僕は嬉しいからだよ。ピエロお疲れですかって顔で。疲れてませんよ僕は。僕は朝からずっと歩き続けてますけども、6時半まで歩き続けます。負けませんよ僕は。僕の話はいいから、あかねちゃんの話。あ、ごめん、する僕の話しちゃうの。あかねちゃん、あかねちゃん、はい、トークテーマあるんだけど、はい、行っちゃってもいい？はい、行きましょう。じゃあ行っちゃいましょうか、はい、ワンダートークテーマのコーナー、イエーイ。今日、はい、最初のトークテーマは、はい、今日は春分の日で、うん、秋フェスでございます、うん、はい。あかねちゃんにとっての秋は何か、何々の秋、チョコゴリン書いてくださいませ。わかりました。いや、いいね。なんかこういいね。楽しいね。ね、番組っぽいね。ね。番組っぽいですか。超番組っぽい。すごいね。でも僕はあの、どっから来たんだっけ。夢の国。夢の国から来たのに、人間とはうまいこと会話できるんや。できるよ。すごいね。すごいよ。みんなとも仲良くできるよ。ほら、ワクワクしすぎて、更新止まらなくなってんじゃん。ほんまや、もうみんなこうなってるわ。僕これそう、ワクワクして止まんないんだよ。そうなん？やばい。やばい。ポンちゃんもワクワク。やばい。止まん。あかねちゃんもワクワクして更新しちゃうんじゃないの？更新かもしれない。書いてる途中だけど、更新しちゃうんじゃないの？書いてる途中で更新しちゃ全然しない。ありがとう。はい。お、はい、書けました。お、では、あかねちゃんにとっての秋は、はい、ダン。じゃん。移動の秋。移動の秋？はい、移動の秋です。私ですね、今あの毎週東京に通ってて。あ、そう。そうなんです。飛行機乗ったりとか、あ、そう。新幹線乗ったりとか、バス乗ったりとかしてて、もうほぼ移動ばっかりですね、最近。え、毎週東京に行ってんの？そうです。毎週東京に行ってます。マジ、うん、ちょっと何しに行ってんの？ディズニーランド。いいなぁ。夢の国、夢の国ね。行きたいよ。
そこ出身？うん、あ、違う。ライバル。ライバル。ライバル。マジライバル。マジライバル。そうやな。夢の国には行ってなくて、あのそうあのレッスン行ったりとかして通ってて。すげえ意識高いじゃん。そうなんです。東京へレッスン行ったり。うん、ライブもしたり、日帰りで帰ってきたりとか。マジで。そうなんです。それ、ね、いつからやってんの？それ、これは本当に9月の頭から始まって、最近ですね、行ったり来たりしてて。あ、じゃあ超移動の秋。そうです、あの飛行機乗れなかったんですけど、あ、頑張って乗るようにして。最初怖いね、あれ。乗ったことあるじゃん。あーなんいや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 、なんかあのことって、ね、あー聞いた話、よく聞いた。あ、よく聞いた話ね。誰に聞くの？そんな。あー友達、僕の友達、飛行機乗ったことある人がいる。そうなんや、ちょっと。あ、乗れるようになったの？そうです。でも、あの飛行機は乗れるようになったけど、うん、あの乗り物、なんか絶叫系の乗り物とかはやっぱり乗れないです。怖い。そうなん、そうなん。絶叫系楽しいのに。乗ったことあるんですか？乗ったことあるんや。あ、ない、ある。あ、ない。びっくりするよね。うん、でも、ほんと、飛行機は下が見れるようになりました、移動中に。最初見れへんぐらい。無理です。ずっと怖かったんじゃ。ずっと目つぶって。それももう恐怖、もう、え、そう見れる？うん、下見れる？うん、乗ったことあんの？どうなん？そうです。へえ、大人の階段登ってるんだね。そうですね、もう25なんでね、大人の階段登ってますね、着実に。ね、大きくなるんだよ、いっぱい食べて。はい、背もね、まだちょっと伸びてる。伸びてんの？多分伸びてますんで。僕ちっちゃいんだよ。いく、何センチですか？5センチ。おい、あかねちゃん。ね、僕の本音が出ました今。怖い、目がマジやったもんな。いや、別に。なんか目充血してるけど大丈夫？いや、なんか痛い。絶対痛い。もう疲れないよ。なんか垂れてきてんの？いや、垂れてきてないけど、ちょっと痛い。垂れてきちゃってるからね。すごい充血が。そうなんだよ。なんだよ。認めちゃったね。あんま手見せたらあかんで、手赤いから。ちちち、なんでこれあるの？どうしたの？わかんないよ。触っちゃダメだよ。触っちゃダメね。ついちゃうからね。東京以外は、今日東京行ってたらもう他は行かれへんのか、うん、他っていうのは移動するところ、どっか、大阪。え、住んでんの？大阪住んでんの、神戸です。神戸、神戸住んでて、神戸空港から。出身も神戸。そうです、出身も神戸で、すごい田舎に住んでます。あ、そうなの、うん、田んぼとか、家の裏、お墓とかあります。家のお墓、うん、わかる？お墓わかんない、わかんない。そんなんがいるところ、うん、僕知らねえよ。死んだことないよ、お前。そうか、はい、じゃあ移動の秋ね。そう、ポンちゃんは俺聞かれるんや。どんな秋？秋何してた？9月。俺何してたやろ、9月は。けど、あ、そう、あ、書いてもらいましょうか。なんだろう、先週ポンさんとね、あの、うん、ライブでお会いして。実はあ、そうなの？そうなんです。どこで？あれ、姫路ですね。姫路で、そう、お会いして。そうなんだ。1週間ぶりに会いました。あ、そう、うん、なんかカンニングしてるんだよ。私、なんかカンニングしてる。カンニングじゃん、完全に。やばいぞ、これは。これ、やばい、やばい、これはやばいぞ。言ってみて、せーの、やばい。ありがとう、カレちゃん。はい、ポンちゃんの秋は移動の秋。一緒です。なんかちょっと、でもオスバージョンやから。オス、これもオスですね。あ、ごめんな。これ、はい、そうか、これは私のキャラクターの眉毛さんです。あ、眉毛さん。そう、眉毛、うさぎの眉毛さん。僕、仲良くなれるかもしれない。本当、これちょっとおっさんなんですよ。あ、おっさんで、おっさんで、ちょっと、あの、モデルは江頭2時50分さんで。うん、知ってるよ、俺、うん、で、何しよう、そうなんや。え、なんか見たことある。ちょっと判決判決、あ、うん、こいつ、こいつも判決。そう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 、服着たら判決なんですよね。え、あかねちゃんが書いたん、これ。そうです、私が。これいらんがな。書いたのに書いた。一切触れてくれへんがな。まあ、ええよ、ええよ。あ、これよ。あ、全身。あ、そうなん、お尻出てんの、これ。そうです、後ろ見たら判決っていう。マジか。あらま。あらまやな。これ、あ、ポンちゃんごめん、これ。はい、はい、何？移動の秋。ポンちゃんもいっぱい移動してる。まあ、そうですね、僕ら
ほとんど家いないですから。ですよね。フラットっていうユニットさんですよ。ポンちゃんポンちゃんばっかりってフラットしてなかった僕。うん、そうユニットで出てそうそう超ライブしてるね。超ライブしてるの。すごい忙しい。飛び回ってるねあれ。昨日金沢にいたから。はい。マジ？金沢って何県？石川県。あっちの。あっち。石川県。うん。そうなの。そうそうそう。もう疲れた。その前は神戸にいたからね。うん。まあそう。でこの移動って僕うまいもん食えんの。お寿司食べてきた。すごい。そこそこええ寿司食うてきた。あらま。上中下の芸を食べてきた。あ、芸。高い、高いからやっぱり。高いね。上は高いから。あ、そうか。美味しかったよでも。お寿司何が好きですか？俺エビです。あ、一緒や。あ、一緒一緒一緒。食べたことあんにゃん。あ、仲良し一緒。食べたことあんにゃん。ある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 。そうや、あんにゃん向こうにも。あ、全然ある全然ある。あと、こうしてたまに地球に来ますからね、僕。この姿で食べてんの？うん、食べてる。エビを？へぇ、怖。仲良しだよ。エビと？うん。なんか、仲良しな。まあ、エビっぽい色は色やけど。うん。エビってボイルされた後のエビに強いっぽい。僕の話はいいよ、次のテーマよ。はい。君はそうなんかもうこの配信を通して、うん、私はこれを言いたいんだこの野郎っていうと、はい、書いてください。ポンちゃんも書いてください。俺も書くの、うん、これだけは言っときたい。これだけは言いたいこと、ね、なんてもう一回質問言って。これだけは言っときたい。これだけは言っときたいこと。アキレスのみんなよ、よく聞くんだ。俺はこうだ。急なキャラ変更やめてもらって。やばいってやつだよ。はい、できました。うん、よし。はい、このちゃんのこれだけ会いたい。ダンダン。12月5日ワンマンライブ。イエーイ。ワンマンライブをやらせていただきます。詳細が、はい、キャッシュボックス、はい、あ、素敵な箱やね。こういうところですね。ね、12月5日、うん、どんなライブにしますか？はい、あの私ですね、来年から東京の方に活動の拠点を移すんですけれども、うん、関西で節目のワンマンライブとなります。私あの初めてライブしたのがこのキャッシュボックスなんですけれども、あの最初あの高校生とかで、うん、ライブって MC 何したらいいんですか、うん、って言ったら周りの先輩が何も喋らなくていいよ大丈夫やからって言われて、それを信じて歌うだけ歌ってあの自己紹介とかしないで帰ったんですよ。おかっこいいね。ある意味かっこいいね。なんかフライヤーとかもなくて、その当時誰やったんやろ、あのオリジナル歌ったけど誰みたいな感じで、そうで、あのその箱で、うん、最後、関西で節目のワンマンライブをやります。もういろんな思い詰まってるから、ね、そうなんです。初めてそのワンマンライブをやった箱もキャッシュボックスやったんですけど、うん、その当時着てた衣装とかを着たりとか。そうなんです。高校生の時にってこと？そうですね、あの時はもう二十歳だったから、もうその時の衣装とか、はい、そういうのいいね。そうです。あと普段ピアノ弾き語りなんですけど、この日はフルバンドでライブをやります。バッチリ感じね。うん、やばいじゃんそれ。そうなんです、ね、なんか頑張ってください。頑張ります。ありがとう、うん、来てくれますか？もちろんだよ、歩いていくよ。歌うけどね。歌うよね。マイクが通って歌うけどね。その時はよろしくお願いします。いいの？いいの？行っちゃうよ。夢の国から。うん、行っちゃう。お待ちしてます。頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。はい、続いてポンちゃんのこれだけは言いたい。どう？なんかすみません、ありがとうございます。全然入ってないの、ありがとうございます。どうぞ。2015年11月21日、京都 KBS ホールワンマンライブということで。なんかね、ごめんね、なんかね、あかねちゃん枠やのに、ポンちゃん入ってきてもて、ありがとうね。いやいやいや、KBS ホールですよ、皆さん。大きいところだ。そうですね、600人、すごい目指して。うま、僕一回、これ、第1回目の時やったかな、見に来て、え、僕？僕？いや、この姿の方おられなかったっけ？違う、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 友達のもんですよね。あ、違う、じゃあ、態度悪い、態度悪い、態度悪い、映ったもん。間違えた。お友達の方でしょ。友達、友達でしょ。友達の井上圭一君でしょ。井上圭一さん。あ、さんね、ごめんごめん、そう井上圭一さん、ね、見に来てくれてたね。の井上圭一さんが行って、そう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 、もう超感動。その友達の井上圭一さん、ちょっとええ話すると、すごく体調悪い中、うん、応援ライブみたいなことその日の当日のお昼にやってくれて、すごい、めっちゃええやつ井上圭一さん。やっぱりそこあるから、ほんまに。
突発するから。それ以降全く音沙汰ないけどね。あるわ。あるわ。梅の国に行っちゃったんでしょ。そうやろね。梅の国ね、開けて生き生きしてるからね。そうそう。その他リリース情報とか。うん、はい、そうですね。あの最近今後はないんですけど、うん、今現在リリース中のものはですね、6月に発売した2曲入り1000円のシングル、壊れた時計、暗い道の2曲が入ったシングルがただいま発売中でございます。今日も販売してるんですけれども、販売してるね、はい、タイトルだけ聞いたらすごい暗い曲かなって思うんですけれども、うん、めちゃめちゃ明るい曲が入っておりますので、あ、そうなのね、ぜひぜひゲットしていただけたらなと思います、うん、曲は、うん、明るいの多いの、それともバラーとか、そのポップいや、まあ、ひっくるめてポップスだね。ヘビーメタメタルはないけど、メタルはないけど、うん、そうですね、明るい曲も歌うし、バラードも結構あったりとか、うん、でも、ね、ピアノロックをちょっと目指してやってます。かっこいい感じね。うん、そうなんですよ。嫌いじゃないな。かっこよかった、この間あのご一緒させてもらったけど、やった、ありがとうございます。ほんと、今日はギターとピアノでやったんですけど、そう、そうなんです。ハラーマン、だから何曲かはもうピアノを放棄してライブをやったんですね。後で CD もーらを、あ、わかりました、 CD もーらをわかりました。じゃあ夢の国に速達で送りしますね。知ってる住所教えてください。ないよ住所は夢の国だからね。ないの、ないの、願えば届くよ。わかりました。じゃあ願ってお届けします。夢の国お願いします。夢の国の僕へって送ります。あ、どうぞ。で、ね、しっかり願いを込めたら本当に届くから。多分もう届きました。あ、もう行ったんだ結構早かったね。もう結構早かった。あ、そうか、もう届いてます。ありがとうね。最後セッションだっけ。じゃあそうです、この後セッションだけです。セッションあれマジ大セッションになるね。そうじゃ、あれ電話ります。あ、僕、行かないあれ来ないの。はぁ、いや、そうだね、うん、じゃあ参加させてもらおうかな。じゃあ井上さんも、うん、井上さんと一緒にやっぱ来てほらしい、うん、一緒にお友達だしに、うんうん、一緒に、うん、一緒に二人で、いや、なんかちょっとこっぱずかしいっていうか一緒に映るのなんか半々でもいいし、うん、半々いや、そういうのじゃないしこっち向いたらこうで、こっち向いたらこうみたいなやつでもいいし、半々でもいいよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと違うよ。一緒には来れへんの、なんで、夢の国じゃないやん。なんか恥ずかしい。そっか、じゃあ僕は帰っちゃうわけ。どうしようかな、僕が行くか犬系さんが行くかって感じかな。どっちか、どっちにしよう。皆さんどっちがいいですかね。僕に会いたい、両方会いたい、僕に会いたい、ね、やばい、ありがとう。2人ということだね。そうだね、2人に会いたいって皆さん、もうコメントとか来てんのかな。夢の国がライバルこれね、コメントで遊べるんだよ。へぇ、ね、なんか時代は進化する一方だよね、マジで。なんでこれえ、もっと進化してるやろ夢の国は。僕はやばいよ、うん、ね、だってもう願えば届くもん、全部気持ちも、みんな気持ち、すごい細かいとこだよね、これね。そう、私もこれ、ロッドがすごい細かいね。何が、ロッドがなんかすごい、うん、何何クリクリンだね。綺麗に巻かれてるわ。そう、すごいよ。ちょっと危なさだけど。やめてやめて。みんなは、かねちゃん、いつから好きなの？いつからかな？ずっと前？最近？5歳から5年前とかからですね。やっぱ出会いって、いつとか関係ないよね。今日会った人も、やっぱこれからが大事だし、届けていきたいしね。最後まで、思いっきり楽しんでってもらいたいね、はい、またあかねちゃんに会えるのはエンディングの、はい、あれあれ大セッションでございます。 その時に皆さんまたお会いしましょう、はい、8組目のゲスト、あかねちゃんでした。バイバーイ。